綺麗な花を見つけたら写真で残さず絵で残しましょう。こんにちは、グラス工房タップの福田勝です。10分水墨画、今回はこれです。このクレマチスを描きたいと思います。綺麗に咲いてますね。つるがすごく旺盛に伸びてます。はい、クレマチス、ちょっとかわいそうなんですけどね、取ってきました。クレマチス、取ってくの大変なんですよね。絡まっててね、花が咲いてて、つるもあって、葉もあって、で、こういうつぼみもありますね、このところに。そして、咲きかけっつのも見つけてきました。これはなかなかこれに出会うのは難しいんですよね。これを前に置いてね、描きたいと思います。それでは材料を紹介してまいります。中筆2本と小筆2本と面相筆1本です。墨は濃墨を濃いめに吸ってあります。水は2つ、墨用と絵の具用、小皿は2つ、絵の具用と中墨用、そして、乾いた布ですね、布巾。はい、紙は画線紙、中厚口のお習字用の半紙で結構ですね。習字用の半紙の大きさに切ってあります。そして絵の具はこの薄い紫、コバルトバイオレットライト、ホルベインの W110 を使います。まずね、花から描きたいと思います。とね、絵の具を多めにして、で、花見るとですね、大きさも花弁の数もちょっとばらつきあるんですね。これかなり大きいのに、これ小さいですよね。いろいろなのがある。あんまり揃ってないですね。それを踏まえて、この辺に花の塊、そしてこの辺の花の塊って2つちょっと描いていきたいと思います。大きさはですね、実物大よりちょっと小さめ、鉢掛けぐらいでいきますかね。卵型の花びらをこう適当な数、ちょっと説明し忘れましたが、中筆にこの薄い紫の水を含ませて、先端にこの原液のドロッとしたやつ、このドロッとしたやつはこのお皿の縁の方にね、溶かずに置いてあります。これ使って、こう筆の太さのねを使って押し付けるようにしてやれば、普通に卵型になると思いますね。まあ、横向いたやつとかね、扁平に、手前、横向いたやつはこう扁平になりますんでね。で、大きいのもあれば小さいのもあるし、横向いてるのもあるよと。あまり説明的に書く必要はないですね。たくさん、たっぷり花はたくさん描いて、少し重なっている方が密集感があっていいですね。はい、で、もう一山こっちに描きますかね。はい、そしてですね、つるがこう上に上がっていくっていう必然性の説明がいりますよね。っていうのは、何かに伝わっていかないと上に上がりませんので、その伝わせるための何か竹があるっていう点にしてみますかね。で、細い竹を描きたいと思います。はい、中筆に、はい、これも中木作ってありますね。中木、つけて、で、横に濃墨ですね。竹ってね、この筆をこう向けないと描けないので、こうこうこうですね、こう切っていきます。ところどころ節のところで切っていきます。こうね、こうね、こうやるともう誰が描いても竹になっちゃう、竹になっちゃう。で、薄めにしといてくださいね。これメインじゃないですからね、竹はね。で、クレマチスのつるっていうのは、つるそのものがここに巻きつくんじゃなくて、つるから出た葉っぱがものに巻きつくんですよね。
それちょっとよく覚えてください。まず、太い、あの結構クレマチス、あのテステもそうですけど、太くてし硬いんですよ。鉄線っていうぐらいですから、針金みたいな感じで、そっから花芽が出る、花芽が出るんですが、花芽の出るところに一対の葉が出る、茎が出るんですね。だからここから花が出てるんだったら、ここから葉っぱが出てるんです、こうやってね。で、葉っぱがこう巻きついてるんです。こっち巻きついてない葉っぱはこっちあるんですね、葉が相手に巻きつく。で、葉を描いていきましょう。葉は、3枚1組です。中木つけて、濃木つけて、中筆でいきましょう。3枚1組です。これで1組ね、要は三つ葉なんですよね。葉脈はじゃあ面相だよね。真ん中にしべありますね、まあ、実際は白いんですけども、これを墨で描きたいと思います。お皿の縁でね、見ながらしべを描きたいと思います。しべはね、割とたくさんあるんですが、綺麗に描かないや、まあ、いつも言ってることですけど、面白おかしく描く。何が面白いのかっていうのは難しいですけども、そうですね、なんか草書の難解な達筆な書が書いてあるようなイメージ。つぼみはね、ごめん、はい、クレマチスの完成です。ワンポイントアドバイスです。クレマチスはつるではなく葉が支柱などに巻きつくことを覚えておきましょう。はい、クレマチスの絵出来上がりました。
私ね、こういうつる植物好きなんですよね。つるが自由に這うので、この縦構図でもいいし横構図でもね、いろんな構図でまたいろんなものと取り合わせて描くことができる、まあ、便利ですよね。特にクレマチス属、あの鉄線とかね、風車なんかも含めてよく描きます。皆さんもね、ぜひつる植物チャレンジしてみてください。この動画が面白かったよ、役に立ったよと思われる方はいいねボタンのクリックお願いいたします。励みになりますんでね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回もご期待ください。